ファミツアップ編集部がお送りする6月以降に配信予定の新作アプリを手早くパパッと紹介するコーナー。まだチェックしていないタイトルがあったら逃さずチェック。世紀末デイズ、泥棒やモンスターハウス、力尽きたらアイテムを失うローグライクの手応えはありつつ、パーティー編成や武器の育成、オートバトルなど RPG 要素をふんだんに盛り込んでいる。既存のローグライクの概念を覆す挑戦的なタイトルとなっているため、遊ぶ価値十分。デジモンリアライズ。大人気コンテンツデジモンの最新作はスマホゲーム。デジタルの世界からリアルワールドへと現実化するリアライズをテーマに送られる本作は、新たなデジモン、エリスモンを中心に懐かしのデジモンたちもたくさん登場。バトルはもちろん、テイマーとしての成長、デジモンや仲間との友情が描かれるストーリーにも注目だ。デジタウンではデジモンたちとの触れ合いも楽しめるぞ。ワンダーグラビティ、ピノと重力使い。セガの新作は本格ドラマティック冒険活劇。大陸も海もない空の世界を舞台に、重力使いヒューゴが世界の底、エンドロールを目指して冒険の旅に出る。バトルは状況に応じた攻撃パネルを選択するだけで楽しめるシンプルなシステムを採用。不思議な力を持つピノを編成して強敵を迎え撃とう。心に響く主力のエピソード群が込められたワンダーグラビティは2018年配信予定。共闘のナユタ。可愛いキャラクターたちをわらわらと呼び出して相手の陣地を攻める攻防タイプのシミュレーションゲーム。妖魔と戦う神道使いとなって京都にはびこる妖魔たちを退治しよう。頭脳戦となるシミュレーションで頭が疲れたら、愛らしいキャラが集まるカフェでのんびり過ごしたり、ドラマティックなシナリオに触れてみるのもいいだろう。歴史に残らない歴史を守る物語は君の手で作られる。共闘のナユタは現在事前登録受付中だ。東京プリズン。大震災によって崩壊した東京は巨大な壁により完全に封鎖され、暴力と欲望が渦巻く無法地帯と化した。東京プリズンはハイトで行われる五勢力による陣取りバトル。多彩なスキルでオリジナルの戦術を組み上げ、3対3のターン制共闘バトルで多勢力を駆逐せよ。どの勢力に属してハイトの頂点を目指すかはプレイヤー次第。他県を争い合うユニオン間構想に参加したい人は事前登録を済ませておこう。ウマ娘プリティダービー。サイゲームスの新作は実在の競走馬をモチーフにした美少女たちが登場する育成ゲーム。育成パートで繰り広げられる少女たちとの会話はフルボイスで展開。本作一番の見せ場であるレースでも状況に合わせた実況ボイスが再生されるというこだわりっぷり。またレースで入賞すると行われるウィニングライブシーンでは、ウマ娘たちが圧巻のパフォーマンスを披露してくれるぞ。ゲーム体験だけでなく、サウンドにもこだわり抜かれたスピーカー、イヤホン、使用必須のタイトルだ。以上のアプリが6月以降にリリースされる注目タイトル。何か新しい発見はあったかな？ See you next time!